こんにちは、ま16494です。今回は薬学部の闇シリーズの薬学部でぼっちになっている皆さんを救うための大切なお話がありますという動画になります。はい、ということで、あの、この動画を見ている方はおそらくぼっちの方か、ぼっちを笑っている感じの人とか、まあ、あと薬学部の方、 まあ、多々いると思うんですけど、まあ、メインがあのぼっちの方です、はい、おそらく、まあ、統計的に見て一、まあ、人で勉強しだすとか、まあ、友達が留年しちゃったから一人になっちゃったとかさまざ、あ、まな要因があると思うんですけど一、まあ、人になって勉強してる薬学部に通っている方は、まあ、いらっしゃると思います、ね、その方に、まあ、お話があるということであの これからどうやってあの友達を作っていくかとかどうやって仲良くなっていこうとかそういったお話じゃありません。はい。まあ簡潔に言うとあの圧倒的なあの勉強量をして勉強をしてあの国示を余裕で合格すればいいじゃんっていう話です。 はい、あの、まあ、何人かいると、まあ、確かに勉強の効率は上がるかもしれないけれどあの、まあ、圧倒的に量と質を、まあ、ちゃんとあの勉強のやり方を理解してれば一、まあ、人の方うがまあ無敵状態なんですね。まあ、自分自身でどうやって勉強スケジュールを立ててやっていけば、まあ、あの成績が上がっていくのかとか。まあ 知識がついていてくのかとか、まあ、そういったことをちゃんと理解していれば、まあ、すごく効率がいいです一人は。だから、まあ、あの考えを転換させて、まあ、卒業して余裕で国知合格してで自分がやりたい薬剤師の仕事をしてで、まあまあ、いい女いい男を得て結婚してで幸せな生活を 営め,営めばいいやんっていう話です。はい。なので、じゃあどうやって勉強すればいいんだよっていう話とか、まあ様々あると思うんですけど、あの、まあ、多分この動画を見てるということは、まあ、YouTube チャンネルを知ってるって方、知った方がい多いと思います。なので、あのまあ、再生リストの中に薬剤師国家 薬学部を攻略するためっていう再生リストと、あと薬剤師国家試験攻略メソッドという、あの薬剤師になるための動画類があるんですけど、まあ、それを見ていただけるだけで、うん、成績とか、あと勉強の方向性だとか、まあ、スケジュール方法だとか、過ごし方等が、あの すてて入ってます今の時点でもう何年分とかたまってるんでだからかつ今の時点で全部で何本って数えてないんでわかんないんですけど100本以上普通にありますはいでその100本以上のものを見ていただけるだけで見ててまあ耳だけ傾けて、まあ、勉強してっていうことをしてもらえるだけでも全然圧倒的な差がつけまつきますはいで プラス、あとツイッターですね。ツイッターでも、まあ、現在、あのまあ、現役であの病院薬剤師やってるんですけど、あと DI 業務の責任者をやってるんですけど、まあ、一番 DI の仕事っていうのは、まあ、薬剤部の中でも薬剤についての最新情報を全て手に入れて、まあ、それをあの薬剤部内、またあの病院内に発信していく、そういった業務を行ったりしてるんですけど、 一番あの最新の情報が手に入る、また知識を蓄えているので、まあ、それをあのツイッター内であのつぶやいたり発信したりしてます。なので、あのフォローしていただいて、それをちらって見るだけで圧倒的な差がつきます。まあ、あと、えー、プラス、ブログもやっていて、マ、ま、サ46494の部屋のブログ、まあ、それもあのお役学部、 または国家試験関連の記事を見ていただくだけでまあそれだけやってるだけで全然差がつくのでまあおそらくあの見てる方は、まあ、1年生から、まあ、6年生はあれだと思うけどが見てると思いますなので、まあ、そこからあの動画記事を、まあ、ずっとつ見て 続けけてってやっていっっやくだけでまたあの相談とかも受け付けているんで気軽に相談してみてください。あとちょっと宣伝になってしまうんですけどなのであのチャンネル登録とあと Twitter のフォローをしていただけるだけであのいろいろ相談とかも乗れますし、まあ、今後の,あの運営も 継続して続けていこうと思っているのでよろしくお願いいたします、はい、なのであの悲観的に取れるんじゃなくてじゃあ余裕で国志国するための勉強してやろうじゃんみたいなそんな発想の転換をしてくれるだけでいいと思いますまあ確かに6年間って長いですけどその6年間過ぎた後の方があの長いんで人生なのでそこだけじゃなくてもっと広い視野を持って考えてみる ととといいうことがすすごくく必要になってくると思います、まあ、勉強だけじゃなくて、まあ、他の時間も他の自分のやりたいことを見つけたりとかやったりとかいう時間に行けるので、まあ、そういったこともまあ考えながらやっていってください。はい。ということで今回は薬学部の闇シリーズの薬学部でぼっちになっている皆さんを救うための大切なお話がありますという動画でした。それでは。 ご視聴ありがとうございます。薬剤師国家試験攻略メソッドは無償で運営させていただいています。そのため、皆様のご協力が必要になってきます。マ、ま、サ46494の YouTube チャンネル登録、Twitter、フォローをよろしくお願いいたします。それではまたお会いいたしましょう。